朝の寝癖でお困りの方、この方法は必見です。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、寝癖直しについて紹介していきたいと思うんですけれども、皆さんね、寝癖直しってどうされてますかね。いろいろ方法あると思うんですよね。例えば、朝一でシャワー浴びたりとか、ちょっとね、水スプレーで濡らしてみたりとか、もうそのままヘアアレンジしたりとかね、さまざまな方法あるかなと思うんですけど、僕個人的にはこれが一番楽なんじゃないかなっていう方法を今日は紹介していきたいと思います。じゃあまずそもそもなんですけど、なんで寝癖がつくのっていうことをね、結構思ってらっしゃる方も多いかなと思うんですけど、寝相が悪い、それもあると思うんですけど、一番はやっぱりね、髪が乾いてない、これが多分一番だと思います。で、このぐらいでいいかなみたいな感じでね、皆さん思って乾かされる方がほとんどかなと思うので、これぐらいだったら乾いてるでしょみたいな、特にね、この耳後ろとかこの部分とかね、あんまこう中の部分っていうのが乾いてないっていう結構恐れがあるので、なのでドライヤーをね、やるときに一番大切なのは、まずしっかりとタオルドライをする。で、根元の水分だったり毛先の水分をしっかりと取る。これがポイントになります。で、女性の方で髪の毛の長い方だったりとか、髪の毛の量が多い方に関しては、バスタオルでまずね、お風呂上がりを拭くじゃないですか。で、拭いてからその後にちっちゃいタオルでいいので、もう一度髪の毛をそれで拭いてください。それだけでもだいぶ水分とか取れたりとか、ドライヤーの、時間がだいぶ短縮できます。なので、しっかりとまずタオルドライをする。で、次にまずは前髪を乾かして、で、その次に根元を全体的に乾かす。で、最後に毛先を乾かす。この順でやるとだいぶドライヤーの時間もね、短縮できるので、その方法でぜひ騙されたと思ってやってみてください。次にね、寝汗も原因になってきます。結構ね、もう今からの季節ね、暑いんで夜寝てる時とかね、汗をかいてしまうということも結構あるかなと思うんですけど、まずね、水分不足、寝る前にね、あんまり水分が足りてない状態だと、汗の質が少しベタついた汗が出やすいっていう風に言われてます。それってね、結構ね、寝癖がついてもね、かなり頑固な寝癖になってしまう可能性があるので、その汗の質っていうのも変えた方がいいかなと個人的には思ってますので、コップ一杯のね、水を飲む、これも一つのポイントになってるかなと思います。で、水分が結構足りてる状態だと汗の質も変わってくるっていう風に言われてるので、まずね、習慣として寝る前にコップ一杯の水、なるべく常温だったりとかね、体を冷やさないような、方がいいかなと思いますので、常温の水を一杯だけ飲んで寝るようにすると、汗の質も変わってきて、寝癖もね、つきづらくなってくる可能性もありますので、それもご参考にしていただければなと思います。で、もう一つね、最後になんですけれども、寝てる時の枕によって髪の毛がね、摩擦を起きたりとかするかなと思うんですよね。で、枕だったりとかね、普通の布製の枕だとやっぱり摩擦が起きて、結構ね、パサつきの原因になってしまいます。なので、枕の生地感も結構変えた方がいいかなと。大体の方が布製のものを使ってるかなと思うんですけど、それをシルク製のものに変えたりとかすると、摩擦が起きにくく、パサつきにくくなってくるので、そういったね、枕カバーに変えてあげると、髪の毛の質だったりとかね、起きた時の髪の毛の、コンディションが結構いいかなと思うので、寝癖もしっかりと抑えれるかなと思います。これが、大体ね、寝癖のつく原因かなと思うんですけど、まずね、寝癖の直し方、冒頭にもお伝えしたんですけれども、濡らしたりだったりとかね、シャワー浴びたりとか、いろいろ方法があるかなと思うんですけど、一番時短で、本当にね、1分1秒で時間がない時ってあるじゃないですか、朝って。それで直す方法、個人的にはもうこれだけです。じゃん。タオル。これをまずね、濡らします。で、濡らして、レンジだったりとかで、20秒とか30秒ぐらいですかね、チンするんですよ。で、ちょっとあったかくなってホワホワになるんですよね。で、あんまりやりすぎると火傷の原因になるんで、そこは注意してください。で、これを寝癖がついてるところに全部巻きつけますか。で、巻きつけて、その時間放置します。で、その間に例えばですけれどね、歯磨きしたりとか、顔を洗ったりとか、いろいろねやっていただければいいかなと。で、数分多分時間が経つと、結構ね、根元も湿ってきたりとか、髪の毛も湿ってきたりとかします。
そうなったら最後にね外してドライヤーで乾かしてあげる。これがね一番寝癖直しが早いかなと個人的には思ってます。なので一度騙されたと思ってやってみてください。こう濡らしてとかそうやってる時間って結構もったいないじゃないですか。で寝癖直しのミストをこうつけてても、全体についてるかっていうのもわからないかなと思うので、もう濡れタオルで一発グッとこう結んででやってあげるのが個人的には一番いいかなと思います。ぜひこの方法でねやってもらえたら寝癖の時間だったりとか本当に朝の時間が少し短縮できていいね一日になるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。